見極めで検索はい 皆さんこんにちはみきあめライブ YouTube レッドステージです本日は金松様より大谷様にお越しをいただいております大谷様本日はよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますありがとうございますではここから私の方で簡単な事務連絡本日の流れであったりとか皆さんへの告知させていただきます本日大きく2つ内緒3つのコンテンツご用意をさせていただいてます冒頭会社説明自己紹介の方大谷様ご説明をいただいた後に Q&A のコーナーご用意をしております Q&A の際は皆さんからチャットからいただ いただいたご質問の方にご回答させていただくようなパートとなっておりますのでぜひ会社説明中ご投稿いただければというふうに思っておりますまた、えー、今回ですね、えー、金松さんからクイズをいただいておりましてまあ、問題としてはですね弊社金松の本社はどこにありますかうん、分かないっていう形かもしれませんがまあ、どこか、まあ、気になる ところです、ね、ぜひ、1から4の4択になっておりますので、押していただければなというふうに思っております。はい、あとはまあチャット欄から先ほどのまあこの質問とです、ね、チェックインの URL、アンケートを流させていただいてますので、こちらのご回答もお忘れなきをよろしくお願いいたします、はい。それでは早速ではございますが、金松大谷様にバトンタッチをさせていただきまして、自己紹介、会社説明の方に移れればというふうに思ってますが、投影スライドのご準備、大丈夫そうでしょうか。はい、大丈夫です。 ありがとうございます。では画面の方を投影をいただきながらお話をスタートいただければというふうに思います。はい。ではこちらで画面の方は見えておりますでしょうかはい、ばっちり見えております。はい、ありがとうございます。ということで、あのただいまご紹介にあつかりましたえ金松のプレゼンターを務めさせていただきます。大谷と申します。よろしくお願いいたします。 今日は企業説明会ということで、まあ、金松の概要をはじめとしていろいろお話しできればなと思っておりますので、ぜ、ま、ひ、あ、気になったポイントをメモを取りながら聞いていただければいいんじゃないかなと思います。はい、では、簡単に自己紹介ということで、経歴からお話しできればなと思っております。私はですね、2023年の4月に入社をした、今年で2年目を迎える社員となっております。 初期配属から人事の採用担当ということで、かなり人事に配属されたときは衝撃だったんですが、今はあの金松の新卒採用の主担当ということで従事しております。簡単な経歴ですが、実は学生時代は理系の大学院を卒業しておりまして、商社の中では少し珍しいバックグラウンドかなと思います。学生時代の就職活動としても、やはり最初は、 いわゆる研究職や開発職といった理系の仕事から中心として就職活動を進めておりましたがその後夏のインターンシップを受けてみて自分の強みを生かせるフィ,ールドフィールドっていうのは別にあるんじゃないかなと感じてあの一から就活をやり直したといった過去もありますのであのぜひ今就職,にあの就職活動悩んでいるよという人がいればあのご相談いただければいい,いいなと思っております。はい では、私の自己紹介はここまでにして、えここからは兼松の紹介をしていきたいと思います。まずは簡単な概要からお伝えしていきたいと思います。はい、では、まず初めに金松の概要ということで、我々ですね、今年で135年を迎える企業となっております。まあ、かなり歴史の長い企業かなとは思いますが、兼松自身、今、過渡期を迎えているということで、まあ、働き方をはじめ、かなり変わってきているので、今日はそういったところも紹介できればなと思っております。 またもう一つポイントとしては、従業員数が単体で800名ということで、これもかなり総合商社の中では珍しいんじゃないかなと思っております。やはり皆さん、商社の企業説明会聞いたことあるかなと思いますが、従業員数は1000人を超える企業が多いかなと思います。その中で800人だからこその金松らしさ、企業風土といったところも醸成されておりますので、この後の金松の特徴で紹介していきたいと思います。 では続きまして、我々金松が行っておりますビジネスも少し紹介できればなと思います。我々ですね、大きく分けて6つの部門に分かれてビジネスを展開しております。まず皆様の身の回りにも溢れております食品部門から畜産部門、そして食料部門、こういった食品に関わる部門から鉄鋼素材プラント部門、車両航空部門、電子デバイス部門ということで、社会のインフラを支えるような部門まで幅広く展開しております。 もう少し具体的に紹介させていただきますと、例えば食品部門でいくと、ドライフル,イフルーツや冷凍フルーツ、あとは飲料種類など、え様々に展開しておりまして、なかなか商社というビジネスモデルの形から、皆さんのお手元に届く段階では、金松という名前が載っているケースは少ないかなと思いますが、実は普段コンビニで買うような商品にも金松が海外から輸入してきているもの多くございます。でその他にも畜産部門でいくと、我々、 消防商社の中では珍しく豚肉、牛肉、鶏肉3つとも扱っておりますのでそういった特徴も合わせて覚えていただくといいのかなと思いますまた食料部門でいきますとえトウモロコシやその他にはですねお米やえそういった我々が実際に口にするようなものから家畜の餌になるような飼料まで幅広く展開しております続いて鉄鋼素材プラント部門でいきますといわゆる社会のインフラを支えるようなビジネスとなっておりまして ポイントとしては、非資源のビジネスのみというところがポイントになってくるかなと思います。また最近の兼松は GX にも注力しておりまして、GX はこの鉄鋼素材プラント部門が指導して行っております。その他に車両航空部門ということで、こちらはいわゆる車両支え部品といって、二輪や四輪の部品であるとか、あとは総合商社の中では珍しく宇宙ビジネスにも参画しているのが、この車両航空部門となっております。 最後に電子デバイス部門。こちらはですね、あの金松を既にご存知の方であれば、この,この電子デバイス部門が非常に強い企業というのはご存知かもしれませんが、いわゆる半導体装置から IC とディストリューションまで幅広く展開しているのがこの電子デバイス部門となっております。はい、ということで、大きく分けて6つの部門分,分かれておりますが、少しでも皆様の興味のある詳細があれば嬉しいなと思います。はい、では、簡単に金松の概要を説明させていただきましたが、ここから 金松の特徴ということで今日は2つ紹介していきたいと思います。はい。ということで、えー、まず1つ目です。1つ目が事業の創造ということで、まあ、金松ですね、非常に事業の創造重きを置いて取り組んでおります。真ん中の,この我が国の福利を増進するの分子を発し栽培する、こちらが金松の創業主義となっております。まあ、国の経済を発展させるために事業を起こして、日本のみならず世界中の国の 人々の豊か,で生活豊かな生活のために、まあ、今行動していこうということがこの商業主の意図となっております。我々、従業員もですねこの意図に沿ってさまざまな取り組みを行っていますが、ちょっと具体的なところも紹介できればなと思っております。ではまず一番初めに一粒クラブということで、こちらはですね、金松の有志が募って行っているコミュニティとなっております。事業の創造を推進していくために、 新しいアイデアの創出から、実際の案件の推進を目的に活動しておりまして、実際の案件に携わった社員を呼んできて、どういった流れで事業投資に至ったのか、であるとか、もっとあの簡単なところからいくと、新しいアイデア、チャットのようなものがあるので、そこでこうお互いに壁打ちをしたりというふうにさまざまに活動しているのが、この一粒クラブとなっております。 その他にもイノベーション投資制度ということで、今までの事業投資というのは、いわゆる既存のトレーディングに対して、付加価値の獲得や、それに加えて規模の拡大といったところを目的として事業投資を行ってまいりました。それに加えてイノベーション投資ということで、より先端技術に対して投資をしていこうというのが、このイノベーション投資制度となっております。 その他にもグループ成長戦略推進室ということで、金松、たくさんのグループ企業を抱えております。その中でグループ一体として全体、全社に対してですね、シナジーの創出であったりとか、最適な投資、M&A 案件の推進を目的とした部署も設営されておりますので、紹介できればなと思います。はい。 では、金松の特徴、二つ目です。少数精鋭な組織体制ということで、紹介できればなと思います。金松ですね、先ほど全従業員で800名というお話しさせていただきましたが、今現在、その中でも10年目以内の社員が全体の4割を占めております。この話をすると、あの早期退職が多いんじゃないか、なんて。 お話も伺ったりするんですが実はこちら金松の歴史が絡んでおりまして金松ですね実はバブルの時期にあの会社が経営困難に陥った時期がございますその際にいわゆる新卒採用を取れなかった期間というのがありまして結果としてこういった組織体制となっておりますただそれによってですね非常に個人一人一人の裁量が多いため非常にフラットな職場が醸成されているのかなと思います 実際に私が昨年1年目として従事している間も、課長や上司の先輩方から、ですね、どういった意見を持っているのか、どういったことを私自身がやっていきたいのかというような意見を求められたりとか、あとは投資案件も結構従業員マターで進めていくようなケースが多くありますので、こういったフラットな職場、金松にはあるんじゃないかなと思います。 こういった背景もありまして、若手のうちから責任感、当事者意識を持って成長できる環境が金松にはあると、日々私も感じているというような特徴として挙げさせていただければと思います。はい。では最後にですね、ワークスタイルということで、ここからは金松で皆様が働く上で知っておいてほしい制度を含めて紹介できればなと思います。はい。ではまず一つ目に研修制度です。 私たちですね、新たなビジネスを創造する経済人材を育成しようということで、金松ユニバーシティという研修制度を求め、を設けております。こちらはいわゆる大学のような制度でして、年次に合わせて様々なコースに分かれて研修を受けられるような制度となっております。例えば今私2年目なので、このベーシックコースとなっておりますが、このベーシックコースでは、いわゆるビジネスマナーからビジネスを知っていく上で、基本的な知識、 例えば名刺の渡し方もそうですね、そういったところをはじめとして、さまざまな経験が積める研修制度から、8年目から10年目のプロフェッショナルコースでは、実際に経営者育成研修ということで、実際の投資案件や M&A 案件に即したワーク形式の研修を受けられたりと、10年目以内に経営人材となれるような研修制度というものが、こちらの金松ユニバーシティとなっております。 なぜこういった経営人材の育成が必要かというと、やはり商社というビジネス、事業投資の中で、お金だけではなくて人も投資するということで、実際に投資先の企業に我々金松の社員が行って、その経営まで携わるというケース、多くございます。その中で必要な知識を身につけられるようにということで、このような研修制度を設けております。 では、先ほどのクイズにもあったんですが、実は金松、最近本社を移転いたしました、ちょうど1年半前ですねで。今現在は金松丸の内に本社がございますので、ちょっとこのあとクイズの紹介あのクイズの正解、お答えできればなと思っておりますが、はいえっとその辺にあたりまして、かなり金松での働き方変わっているので、紹介できればなと思います。今私の あのこの後私の背景も見ていただければと思いますがかなりおしゃれなオフィスというのはもうこの写真を見ても分かるんじゃないかなと思うんですが実際に昨年度は日経ニューオフィス賞の経済産業大臣賞というものを受賞いたしましたもちろんこちらの,あの賞はですねただきれいなオフィスだからというわけではなくて社員の仕事の生産性の向上が見込めるオフィスということでこういった賞も頂い,いております この本社の一点に合わせて様々に働き方変わってきておりますので紹介できればなと思います。まず一つ目に固定座席の廃止ということで今 ABW 制度を導入しております。皆様の大学に通われているところでもそうだと思いますが我々出社をして自分の座席というものはございません。出社をしてきてロッカーに荷物を置いてその日の仕事のスタイルに合わせて自分で座席を選ぶような形となっております。私実はこの制度すごく気に入っておりまして 普通のオフィスだと、まあ、やはり人事だったら周囲に人事の人ばっかりが集まっているのかなと思うんですが、この ABW 制度が導入されることによって、例えば今日は隣が畜産部門の社員の方だったりとか、エネルギー部門の社員の人だったりというふうに、いろんな場所の人たちが近くに座るので、どういったビジネスが展開されているのかとか、あとは社内のどういった人がいるのかっていうのも分かるような。 あの制度だと思うので非常に日々刺激を受けながら仕事に組め,組める制度がこの ABW 制度かなと思っております。それに合わせて TPO に合わせた服装の自由化ということで本日私も T シャツ着て登壇させていただいておりますが実際にオフィスでも T シャツ、ジーパン、スニーカー OK となっております。でなぜ TPO に合わせたという書き方をしているかというとやはり商社というビジネスの形では お客さんと商談に行ったりとか、実際にトラブルの対応といったところも仕事の中でございます。例えば、T シャツで出勤をしてきているのに、お客さんに急き会わないといけないといった際には、社内にクロークルームといって、スーツを置いておける場所があるので、そこで着替えて、実際にお客さんに会いに行くというふうに、柔軟な働き方ができるようになっているのかなと思います。それに加えて、フルフレックス制度ということで、こちらはですね、 いわゆるフレックス制度を皆さん聞いたことあるかなと思いますが、金松の特徴としては、1ヶ月単位で働く時間が決まっております。フレックス制度を導入している企業の中には、例えば朝、修行時間を1時間遅らせれば、修行時間も1時間遅らせる、その他にはこうコアタイムがあるようなフレックス制度もあるかなと思いますが、金松の場合は1日あたりは最低1時間で構いません。ただ、月単位で働く時間が決まっているので、その時間が決まっているので、 時間をきちんと確保できれば、まあ、どういった働き方してもいいですよというのが、このフレフレックス制度となっております。でそれに加えて、週2回の在宅勤務制度もえコロナ以降残っておりますので、まあ、かなり少社の中では働きやすい環境を整っているんじゃないかなと感じております。はい。最後にですね、最近発足されたプロジェクトも紹介できればなと思っております。そちらが、この種松というプロジェクトとなっております。今 本社一定のお話の中で、まあ、制度を含むハード面、整ってきた金松ですが、まあ、最近はです、ね、やりがいや働きがいなどで高く評価を受けることも多くございます。中には特集を受けたり、プラチナ企業として選出されたこともあるのですが、やはりそういったハード面だけではなくて、ソフトな面も充実させていこうということで、この種松プロジェクトというものを取り組んでおります。先ほど紹介した創業主義にのっとって、まあ、ワクワクして仕事がすることができるかというものを テーマとしてて掲げておりますこのプロジェクトの中では、まあ、過去何十年と遡って、まあ、金松のいいところ悪いところを集約してそこから金松らしさを見つけて社風を調整していこうというプロジェクトとなっております。でこのプロジェクトのポイントとしてはやっぱりこの社員からスタートしたっていうところが一つ大きいのかなと思います。トップダウンではなくてあの社員がこういった意識を持って 仕事に取り組めばいいんじゃないかということで、全、ま、社、あ、あ的に取り組んでいる点で、金松らしいボトムアップな企業風土が表れているポイントが1つあるのかなと思っております。ということで、金松の企業説明会終了となりますが、最後にインターンシップのご案内もできればなと思います。今現在、下記のインターンシップご案内しております。2days ワークショップということで、金松社員のリアルなトレーニング業務を体験できるようなワークショップとなっております。 9月6日まで皆様の募集を行っておりますので、ぜひぜひマイページよりご登録いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、えー、簡単にではありましたが、金松の企業説明会終了できればなと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、大谷様、ありがとうございました。ではですね、少しネタバレしちゃったかもなと思いますが、クイズの方の回答に移れればと思いますが、ただ、 非常に答えが割れておりまして、一東京港区芝浦42%、そして、四東京区千代田区丸の内も42%、ほか1%、51%、5%とかだっちゃうので、真っ二つに割れたというところですが、はい、<laughs> 御社の本社は今どこですかはい、ありがとうございます。ということで、今、金松の本社は先ほど紹介した通り、丸の内に、はい、あ,のありまして、実はですね、港区はお引越し前の 本社があったところということで、今現在は丸の内にオフィスを構えております。ありがとうございます。いろいろオフィス、だかまあ制度だったりとか、まあ、新しくなってっていうところをまさしくご経験されたところあったと思うんですけど、ここが一押しみたいなところでいくと、大谷様の中でオフィスの特徴ありますかあ,ありがとうございます。あのさっき紹介した ABW 制度の中でも、実は金松ですね、あのカフェテリアというものがありまして、<ー>えっと、そこも質務ができるような形となっております。 なのであの、そこが一つ一押しポイントなんですが実はあのカフェテリアの質問エリアはです、ね、あの常に音楽が流れていていわゆる日本のオフィスのイメージって、まあ、机が並んでいてあの白いこう壁でこうそれぞれのデスクがあってとっていうイメージがあるかなと思うんですが、うん、やっぱりそうではなくて、まあ、あのこう自分の気分を変えながらやっぱりこう仕事が 1>, 1日の中で後半になってくると、ちょっと気分転換しながら仕事がしたいなっていう日もあるかなと思うんですが、そういう意味ではそのカフェテリアで仕事ができるなんていうのも、あの一つポイントかなと思います、うん。なるほどです。ありがとうございます。あますではですね、はい、続いてご質問の方にどんどん移っていければというふうに思っております。はい、では、早速こういただいたご質問になるんですが、まあ、御社にご入社される方はどんな方が多いですか、また活躍される方の特徴を教えてくださいと。 いうふうにいただいているので、はい、まあぜひ大谷さんの目線でどんな方活躍してますか、どんな方がまあそういったところにあの行きつつですね、働いていらっしゃるかいかがですか。ありがとうございます。まあやはりですね、先ほど紹介した通りかなりボトムアップで若手のうちからどん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 働ける企業だと思うので、そういう意味で若手で活躍している人を見ると、まあ、自分でこう物事を考えてこういうふうに変えていきたいとか、こういうふうにチャレンジしたいというそういった主体性を持った方が非常に多いのかなと思います。 はいうん、ありがとうございます実際、チャ主体性を持った方が多いというところで、まあ、実際、今、配属は、まあ、今、人事部という形になってらっしゃると思いますし、ほ、はい、他の同期の方も多数いらっしゃるんじゃないかなというところで。 例えば、具体的な若手活躍、大谷さんご自身の経験談のもいいですし、はい、時の方、ないしは先輩でもいいかなと思いますが、なんかこんなことやってる面白い方います。ぜひご紹介できればと思いますが、いかがでしょう。<laughs> はい、ありがとうございます。そしたら、まあ、一つ私の,あの昨年チャレンジしたお話もできればなと思いますが、まあ、今新卒採用ということで従事しておりますが、うん、昨年、アトラシックワンデーのワークショップというのをあのゼロから作ったのは結構チャレンジだったかなとって。う あの皆さんも多分この夏のインターンシップ様々まにご参加されるかなと思いますが商社のワークショップって結構トレーディングであったりとかあとは事業投資事業創造みたいなところがあのメインになってきているんですがその中でもあの事業投資にフォーカスをした ワークショップっていうのがなかなかないなというふうに思いまして、まあ、01で新しいビジネスを考えるっていうのはあるんですが、実際にどういった形で事業投資が進んでいくのかっていうようなワークショップがないなと、自分が就活をする中で思っていたので、じゃあせっかく採用担当になったから、それを作っちゃえということで、実は昨年度は、はい、新たにワンデーのワークショップを作成いたしました。 うんありがとうございますしましたで、まあ、実際、すごく、まあ、1年目からワンテンあいろんな方を巻き込みながら多分作り上げるっていう形になったと思いますし、はい、そういった意味で御社の中の,この社風じゃないですけどカルチャーだったりとか人組織っていう部分だと、まあ、この若手の活躍主体性っていうことは理解をさせていただいた上ですが先輩方ってどういうふうに接してくださるかだったりとか、うん、そういった関わりっていうところだといかがですか。ありがととうございいますそれでいくと あの若手がこれだけチャレンジできるのはそういった先輩方あと上司の方々のフォローがあってこそだなというのは日々感じております。まあ、今紹介したワンデ d e y w o r k s の話の中でも、まあ、私の1年目の当時の経験だともちろん事業投資の経験はないわけなので、まあ、その中で例えばこういう部門の部長に話を聞きに行こうとか、まあ、先ほど紹介した社内の投資に関わるような あのチームの人たちに話を聞きに行こうという際にはあの先輩が実際にフォローしてくださってじゃあこういう形で進めていこうかっていうのをフォローしていただきながら、うん、あの作っていったのでもちろん若手の意見があるっていうのはもちろんなんですがそれを受け入れてくれるそれをバックアップしてくれるの女子の方々がいらっしゃるのであの我々も心置きなくというか、うん、チャレンジできるっていうのが一つ大きいのかなと思います。 ありがとうございますではここから別軸のご質問もいければなと思っていて、はいまあ、やはり勝者と聞くとグローバルっていう部分、はい、あられるかなというふうに思っていて、まあ、実際にこの海外駐在や出張というところは、まあこう、フローと頻度っていうところっていただいているので、はい、まあ例えばどれぐらいの年次の方が行かれるのかだったりとか、まあ、どれぐらいのこうスパンで。 こう駐在だったり出張されるのか、まあ、こう目安とかもしあればお住まの部分でおっしゃっていただければと思いますが、はい、いかがでしょうか？はい、ありがとうございます。まあ、あの1番若手で行こうと思うとすると、おそらく駐在は3年目4年目ぐらいからが多いかなと思います。で、ただですね。一番今真っ青で言ってるのは67年目ぐらいがあの駐在に行くケースが多いんですが。 えっと、駐在という点ではそのような年次になりますが、海外出張という意味ではあの1年目から行く気があるかなと思います。実際昨年、自分が1年目の時も同期が7月、8月ぐらいにはあのヨーロッパの方に出張に行っておりまして、課長と2人で行ってくるわということで<ー>、はい、あのチャレンジにしていたのであの、グローバルに働きたいという方であればあの、ぜひそういったところもチャレンジできるのかなとは思います。ありがとうございます。はい、ではちょっと続いてまた別軸のご質問になりますが、まあ 若干もしかしかたらセンシティブな部分含むかもしれませんが、入社時にまあ人事部に配属されて驚いたというふうなお話もいただいてましたと、配属の部分っていうところは、どういうふうにこう決められていらっしゃるんでしょうか、はい、だったりとかっていう部分いただいているので、まあ、こちらについて、もし差し支えない範囲でご回答い,いただければと思いますが、はい、いかがでしょう。 もちろんです。ありがとうございます。おそらく皆さん、勝者だと配属ガチャっていうお話聞いてあの、かなり不安に思われている方も多いかなと思いますが、基本的には皆様の希望に合わせて、あとは適正に合わせて配属という形になります。もちろん皆さん、こういった 商材をとい,い,いうのもあると思うんですが我々としてはこういった働き方をしたいというのも大事にしたいなと思,いまして思っておりまして例えばワークライフバランスもそうですし海外駐在に来たいのか海外出張がいいのかそういった働き方も含めて皆様のお話を聞かせていただいた上でそれぞれの適性そして望む働き方に合った部署に配属という形になるのでその点はご安心いただければと思いますがやはりですね皆さんまだこう今の段階では解像度が低いところもあると思うので、まあ、入社後 業務説明会ということでかなり細かく、うん、あの各科の働き方聞く機会があるので、うん、その中で配属は決定されていきます。ありがとうございます。承知しました。では、ちょっと続いて付随するんですが、うん、私も 理系大学院で研究を行ってますとただグ,ラブグローバルに働,くか働ける環境を求めて総合商社への入社を考えています、はいでまあ。この方はヘルスケアとかが結構やりたいんですよ<ー>みたいなお話とかもいただいていて、はい、関わることできますかみたいなお話もいただいているので、まあ、このあたりの、まあ、実態のところを含めていかがでしょうか。 はいいありがとううございますそうですそでねヘルスケアピンポイントってなると、おそらく扱っているまあ商材というかビジネスによってはあのできること、できないこともしかしたらあるかもしれませんが基本的にはですねあの研究分野を生かすような配属っていうのはあるのかなというのがあの前提としてはいあの覚えていただければいいんじゃないかなと思います。ああののちょっとあの 質問の軸とは,はな外れてしまうかもしれないんですが、やっぱりですね、こう専門的な知識を持って総合商社でグローバルに働く非常に強みだと思います。例えば、あの大学院時代に研究されていた内容を実際に商社のビジネスの中でも、あの 生かしていくというケースは非常に多くてですね。うん、商社っていろんな商材を持っておりますが、実際に一緒にやっていく人って、例えば研究をしている人とか、そういった大学の人とか、そういったレベルの人たちと一緒にやる仕事っていうのはたくさんあるので、むしろあのご質問いただいた方の,その専門性というのを生かしてグローバルに働ける環境、商社にならあるんじゃないかなと、あの今話を伺った中では感じております。はい、ありがとうございます。 では続いて同じくですね理系研究職の多分方からなのかなと研究職志望の方なんかのかなと思うんですが大谷様の研究職中心から就活の軸を変え、はい、商社に考え、えっと、入社をされたことがすごく印象的でした。就活中に大きく 方向を変えるとというのはとても勇気のいることとなななんじゃいいかなという,ふうに思ってます、うん、勇気のいるこの,ここの行動、踏み切れた大きなきっかけなどあればお伺いしたいですというふうにいただいているので、はい、ぜひ大谷さんの就活の変遷なんかもですね、はい、お伺いできればと思いますが、いかがでしょう、はい、はい、ありがとうございますあの。自己紹介で紹介させていただいたところかと思いますが、まあ、私自身も初めはいわゆる研究職、開発職、いろいろインターンシップも受けてみました。でその中で やっぱり就職活動って、まあ、人生の中で一度だけ自分のこうキャリアプランを含めて自分がどうやったらこの先こうワクワクして楽しくお仕事ができるんだろうっていうのを考える機会だったのでちょっとかなり時間はかかったんですが今一度自分がやりたいことそして自分が活かしていきたい強みってなんだっけっていうのをもう一回立ち返った時にあやっぱりあのこの業界ではないのかもしれない。 っていう,ふうに思ったのがきっかけでした。ただやっぱりそこから方向転換をしてっていうのはかなりエネルギーがいることだったので、そこがこう,うまく周囲にも頼りながら、うんはい、ただやっぱりこう就職活動を進める中で、就職って内定をいただいて終わりではなくて、その先何十年と働くのがやっぱりあの大事だなと思っていて、そこで後悔のないように、最後までやりきりたい、悔いのないようにやりきりたいっていう思いが一つ大きかったのかなとは思っております。ありがとうございます。ではちょっとまた え別軸事業の方に戻ったご質問になるんですから、はい、改めて同業他社さんとの違い御社ならではの特徴を教えていただきたいというふうなご質問をいただいているので、はい、こちらはいかがでしょうかはいありがとうございますそうですね一つ大きいのは、まあ、我々総合商社ではありながら高い機動力を持っているのが非常に一つ強みとしてあるのかなと思います いわゆるビジネスの展開としては、1つの分野に限らず、様々に展開しているんですが、その中でもやっぱりこうかなり選択をされてきたあのビジネスばかりが残っていて、中でも携わる人数も少ないということで、その中で機動力の高さというのは、一つ我々らしいとこ特徴かなと思っておりまして、例えば1つのプロジェクトに携わっている人数が1人から2人であるとか、<ー>その中で意思決定までって、やはりこう時間としては、まあ、そのプロジェクトを担当している人と、 まあその情緒っていう形になるので、そういう意味ではまあ判断までの速さ、決断までの速さ、機動力というところは、金松の一つ強み特徴になってくるかなと思います。ありがとうございます。まあ、何をやるかということも大事ですけど、はい、それをまあいかに何人でどういうふうに人としてやっていくのかみたいなところに結構違いがあられるんですね、はい。そうですね。なので、もちろんその中で社員一人一人がやりたいことを見つけていきながらできるというのも金松らしさだと思うんですが、うんうん、その決断にも あのかなり従業員マターで進んでいくっていうのはポイントかなと思っております。ありがとうございます。ちょっとそこに付随したご質問なんですが、はい、まあこう機動力を持ちながらやられていくそしてこうご自身がやりたいこととかもより体現していくっていう、まあ、カルチャーがあられるっていうお話だと思いますが、はい、実際にそういった中でこう実現されてらっしゃるものだったりとかまあ御社でいうと、まあ、僕もなんとなくこう勉強させてたところだといろんなことをやってらっしゃると思うのでせっかくなのでなんか大谷さんの中 意外にこんなことまでやっちゃいます。お金ますわみたいなことがですね。うん、あれば、うん、はい、あの、事例だったりとか、あの、いただけると、学生さんも理解いただきやすいんじゃないかなと思いますが、はい、いかがでしょうあ,ありがとうございます。そしたら、まあ、あの、意外というか、珍しいのかなっていうのは、あの、いわゆる宇宙ビジネスのところになるかなと思います。実は、今、はそれ、あの、一人の社員の方が進めている、あの、ビジネスなんです。1> 1で <laughs> はい、そうなんです。あの、いわゆる、 シあの一つですねあの海外の事業に投資をしておりまして皆さんもあの金松宇宙ビジネスで調べていただければ出てくるかなと思うんですがあのいわゆる今この地球の周囲を飛んでいるあの衛星あると思うんですけれどもあのそこにこう行ったり来たりできるような応乾機っていうのをこう開発していったりとか。 宇宙ステーションを開発しているようなあの企業に出資をいたしましてであの、それに関してはかなりうちらしいというか、その人が将来的にはその宇宙ビジネスを大きくしていきたいという,こう思いから生まれたビジネスだったので、非常にうちらしいビジネスかなとは思いますね。はい。なるほど。これも一人でやるんですねあ。そうですね。もちろんこ,うこれから大きくなっていけばあの、そこから付随して人は増えていくかもしれないんですけど、スタートはお一人で進められていますごい。 実際にこう投資まで至ったっていう意味ではあの非常にレアではありながら金松らしいエピソードだなとそうです、ね。はい ありがとうございますあとはまあ、具体のご質問ですねまあはい、金目地が、まあ、東京っていう部分もあのいただいてたと思うんですけど、はい、他どういう選択肢あるんですかみたいなご質問いただいてたのでこちらいかがですかありがとうございます基本的には東京か海外かと思っていただければいいのかなと思います金松国内にもいくつか拠点がありますが本社から行っているのは本当に数名程度なので金目地としてはあの東京がメインかなと思いますはい。なのでまあ、東京を中心としてあの海外に、うん あの駐在に行ったりとか出張に行ったりとかというふうな働き方がメインになるかと思います。ありがとうございいまます承知たたしましたではですね、まあ、学生さんからも多数ご質問いただきましたが、はい、早いもので、えー、こちらそろそろですねクロージングの方に移ってまいれればというふうに思っております。最後ぜひ大谷様から、まあ、インターンシップであったりとかもあられるかなと思ってますので、はい、そういったところの告知とあとはメッセージ本日ご視聴頂い,いている皆さん向けに頂ければと思いますがよろしいでしょうか はい、もちろんです。ありがとうございます。ということで、改めて皆さん、今日は土曜日にもかかわらず、ご清聴いただきまして、ありがとうございました。あの金松、今年 2Days ワークショップということであの、実際に金松の若手の業務にフォーカスを当てて、トレーディングを体験できるようなワークショップを設けておりますので、あのぜひぜひマイページをご登録の上、ご応募いただければと思います。 であの先ほど、まあ、質問の回答の中でもありましたが、就職活動、やはりこう内定をもらって終わりではなくて、あのその先であの働いていくというところがあ,のあると思いますので、まあ、それを見据えて、ぜひ皆さんの悔いのないように就職活動を進めていただければと思いますし、まあ、その中に金松が入っていればいい嬉しいなというふうにも思いますのであの、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。 若干ですね、あの時間があるので、<laughs> せっかくなので、はい、あのインターンオープン、えー、インターンシップのですね、はい、魅力、端的にお伝えいただければと思いますが、はいいかがでしょうありがとうございます。あの、実際にトレーディングの内容といっても、皆さんこう、どういった業務があって、どういった働き方をしていくのかっていうのは、もしかしたら意外と、あのー、まだ、理解が、何ですかね、理解がこうないところというか、まだ、こう、 明確になっていないところもあるのかなと思うので、ぜひこのトレーディングのワークショップは、どういった業務が商社の中であるのかというところまで体験していただけるようなワークショップとなっていて、実際の商談であったりとか、あとは実は若手がどういった業務で意外とこういった大変さあるんだなんていうのも体験いただけるような。 ワークショップとなっておりまして、あの兼松の東京本社で行いますので、あの是非先ほど紹介したこの兼松のオフィスにも来ていただければと思いますので。はい、あのそういった魅力がたくさん詰まったワークショップとなっております。ぜひ皆さんご応募いただければと思います。はい、ありがとうございます。ではですね、あのぜひ。 本日ご視聴いただいている皆さん、少しでも興味を持っていただきましたら、綺麗なオフィスで事業理解、そして組織理解が深まるというようなコンテンツだと思いますので、<laughs> チャット欄からお送りをしているようなマイページだったりとかですね、あ,あとはえチェックインの URL 等もお送りをさせていただいているので、そちらの方のご登録をお忘れなきよう、よろしくお願いいたします。最後、事務連絡になりますが、次の代用タームは、半和公共様12時40分開始予定で、その 開始までもですね商社業界の業務機会というところのコンテンツご用意をさせていただいておりますのでご視聴いただきながらお待ちをいただければというふうに思っておりますそれでは、えー、ご視聴中の学生の皆さんそして、えー、金松大谷様本日はありがとうございましたはいありがとうございましたありがとうございましたそれでは失礼いたします見極め就活で検索